はい、ということで花火イベント始まったので、さらっとね紹介していくんですけど、基本的にはね前回来てたイベントともうほぼ同じっていうか、ほぼ同じです。なので、前回ねやった方は基本的にはね流れはわかると思うんですけど、今回はねもう無課金税で東博じゃないや、諸葛亮のスキンを取るにはどうすればいいかっていうね、話なんですけど、とりあえずまずね肝心なのがこの聖観台の方で、このおみくじになるんですけど、このね最初の1回のおみくじによってそれぞれね、みんなここの効果が変わると思うんですけど、もうとにかくこれを引けるのが一番熱いかな。この花火パック購入数がプラス15、これね最大いくつまであるかはちょっと分かんないんですけど、確かね20はあったので、もしかしたらね30もあったかも、これ忘れたんですけど、ただこれに関してはね、現世をどこまで持ってるかにはよるので、ここがのプラスが多かったとしても、現世が少なかったら、持ってなかったらね買えないんですけど、とりあえず現世がたくさんある方はここのね、これをいかにどれだけ引けるかっていうのが結構ね重要になってくるかなとは思います。で、ここで、パックのね、プラスを引けた場合は、このショップの、1日ね、これ30個かな？この、買えると思うんですけど、これがね、15プラスだったのね、45個買えるみたいな感じになります。ただこれね、30個買うにしても、それだけで1万5000現世消費するので、1日1万5000ってかなりのね、消費になってしまうので、本当に、もう他で現世を使わず、もう毎日これだけに現世を使うっていうね、無課金税の場合は、本当に東博のスキンが欲しい方は、もう他に現世は使わないで、もうこれだけに集中した方がいいです。毎日ね、これだけを買うと。で、そして、このお花でもね、このパックが交換できるんですけど、もう本当にね、諸葛亮だけ欲しい方は、もうこれだけを買った方がいいです。本当はね、これ、いろいろこのね、商品があるんですけど、もう他のやつを買ってると、東博に届かないってなるので、もう確実に東博が欲しい方は、もうこのお花に関しても、このパックに集中した方がいいです。で、現在自分はそうしてます。このお花のパックだけ買って、この他のね、やつにはもう何も目をくれてないです。ただしね、結構とつれてるので、別にいらないっていうのもあるんですけど、無課金でやってる方はね、この SP のかけら欲しかったり、レジューのかけら欲しかったりっていうのはね、本当にあると思うんですけど、もうそれを交換してるとね、マジで届かない。なので、もう優先的に、これをね、交換した方が、スキンには届きやすいです。で、そして、できるだけね、この階層を登っていった方が、本当報酬は美味しいので、ここもね、前回に引き続き、これ、10刻みでね、0、どっから見るか、40から見るんですけど、10刻みでね、1個ずつ、レイジューチケットだったり、SP チケットだったりね、もらえるので、まずここでね、40階層、0のつくところで SP チケット。で、そして、これね、前回と同じなんですけど、1でこれ、で、2の階層でこれ、で、3の階層でこれ、で、これね、これはレイジューのチケット、で、4の階層でこれ、で、5の階層、6の階層で、宝物のガッチャ、で、7の階層、8の階層で玄武のガッチャ、で、9の階層でピックアップチケットと。で、これがね、ずっと永遠にね、繰り返し続くので、ここだけでね、かなり報酬が本当に美味しいので、できるだけね、ここの階層を上げていきたいという感じです。で、これに関してはもう自分宝物のやつに全部してるんですけど、もう現世とね、宝物にしてるという感じです。で、これは何っていうね、思う方いるかもしれないんですけど、これは宝物です。これは、入手できたら宝物の方に行き、宝物の、なんかね、新しくここに1個ね、増えてるんですけど、ここのところであげれます。で、これをとつっていくと、またね、戦力が上がるという感じになっています。もう1個の方がね、これ頂点って書いてるんですけど、おそらくね、これ頂点決戦の方で、入手できるとは思うんですけど、この頂点決戦に関しては、後日ね、開催されるんですけど、いまいちね、まだルールがよく分かってない。で、これ一番大事なのが、この戦力が固定なのかどうか。この今のね、この戦力が反映されるとなったら、もう正直ゴミだと思います。もう本当にね、戦力が100億以上超えた方たちの戦いになるので、それ以下の方たちはね、全く何もできないと思うんですけど、ステータスが全員固定で、キャラもね、全員固定だったら、全員がね、楽しめるので、誰しもがね、頂点に立つっていう可能性はあるんですけど、そこがね、戦力固定なのかどうかっていうのがまだ判明してないので、
まあ、そこ次第ではあるかなとは思います。で、ここの祭壇に関してもね、これで頂点決戦で、まあ、よりね、上位に行くと、同じサーバーの人たちが上位に行くと、報酬がよりアップって書いてるんですけど、まあ、この、もし戦力ゲーとなったら、まあ、この同じサーバーにね、いかに戦力が高い人がいるかどうかの話になってくるので、まあ、本当にね、戦いの戦闘力がどうなってるか次第でね、まあ、楽しみは人それぞれ変わるかなとは思います。まあ、もちろんね、この上位課金勢の方たちにとっては、まあ、この自分の戦力がね、反映する方がいいっていう、なるとは思うんですけど、本当にね、それ以下の方たちは何も面白くないので、本当にどうなるかなっていう感じです。で、そしてね、今このリワードのやつが購入できなくて、これ、今ね、購入はしてます。購入はしたんですけど、まだね、受け取れてないんですけど、これ、なんでこれエラー起きてるかというと、多分ね、同じ値段だったのでエラーが起きてると思います。なんかね、お得パック、普通のお得パックと、お得パック M っていうのがね、あったんですけど、両方2400円と同じ値段だったので、あれこれ、なんで同じ値段なんだとは思ったんですけど、とりあえずね、同じ値段だったんで、まあ、お得パックのね、M の方を買ったんですけど、拡張パックみたいなね、やつ買ったんですけど、これ前回のやつのちょっと今値段見てきます。今ちょっとね、前回のやつの金額見てきたんですけど、拡張パック M、まあ、お得パック M の方は4800円でした。で、今回それを半額の2400円で買えてしまってるので、まあ、通常のね、リワードの金額と同じ値段で買えてしまってるので、これ、どうなるんだろうね。もう多分このままそのお得パック M の方も同じ値段で2400円になるんじゃないかな。ここから金額上げたら、今ねもう自分も買ってしまってるので、それをね買ってしまってるので、これからね4800円になって買うとなったらね、その人たち2400円無駄なので、多分このままの値段そのままにねなるんじゃないかなとは思います。で、通常のリワード、これどうなるんだろう。これやらかしたね。これ今回また運営多分大やらかししてます。まあそんな感じでね、まあ、4800円のものを今ね、2400円で買えてしまってるっていう状況が起きてるという感じです。まあこれはね、どう対処してくるかはちょっとまだわかんないんですけど、まあ年末ね、この終盤にかけてもう盛り上がってるところでまたね、やらかしてるというね。こういうね、細かいミスはなんで気づかないんだろうってね、思います。2400円、2400円でね、まあ、両方とも2400円あれ？みたいなね、確認とかなんでしてないんだろうっていうね、まあ、本当に単純な疑問なんですけど、まあまあまあ、ミスは誰にでもあるけども、ね、ここの金額っていう一番ミスしちゃいけないところなのにね。まあ、ということでね、まあ、とりあえず諸葛亮のスキンが欲しい方は、もう本当にこのパックだけをね、購入していくという形がいいかなとは思います。で、そしてこれがね、1段かな。1段まで解放されると、ここでね、30個半額の2500じゃないや、250で買えるので、まあ、これはね、もう本当に30個限定なんですけど、まあ、これもね、全部買って、もう本当にパックだけを購入して、あとは運です。この花火に関してはもう本当に運ゲーなので、まあ、いかにね、どれだけ高級花火が引けるかなというね、勝負です。まあ、とりあえずね、単発でこれ2回引くんですけど、まあ単発でね、まあそんな出るわけはないんですが、まあそんな感じでね。一応ね、結構現世も出やすいので、まあ結構ね、これ現世溜まります。まあ、なので、パックもね、結構買いやすいかなとは思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。